世界的なスター BTS は、ちょっとした発言でも大きく話題になることがあります。そのため意地悪な質問で出現を誘おうとする記者もいますね。リーダー RM は BTS の代表として多くのコメントを残してきましたが、時にはスカッとする回答でアーミーたちを感動させてくれました。冬の北京オリンピックでも中国の悪質コメントに立ち向かったのは記憶に新しいでしょう。今回は RM が見せてくれた注目発言や行動についてまとめました。今や新曲をリリースすればビルボード1位が当たり前になった BTS。 世界的な人気を証明し続けていますが、海外のメディアには BTS が未だにアジアで有名なグループ程度の認識の人もいるようです。あるインタビューでは司会者が BTS に、ジャスティン・ビーバーとコラボするのが夢ですか、それを切実に望みますか、という質問をしました。ファンからは失礼ではないかという声も多く聞かれたのですが、リーダー RM はイケメン回答でアーミーたちをすっきりさせてくれました。 RM は夢ではありません、僕たちは同じ事務所にいるただの事務所の友達なんです、まだコラボの作業を一緒にできてないから、この映像を見たら僕たちに電話してね友達よ、それか韓国に一度来るとか対等な関係でコラボしよう、と答えます。英語でかっこよく BTS がジャスティン・ビーバーと対等なアーティストであることを伝えた RM は最高のリーダーですね。アメリカで最も権威ある人気音楽ランキングとして多くの人が参考にしているビルボードチャート、2021年には BTS がバターで長い期間1位を独占し話題を集めました。これについてビルボード紙のインタビュアーが BTS にとても失礼な質問をします。それは操作で達成した1位という主張があるがどう思いますか、という質問で、ビルボードの採点基準には様々な項目がありますが、 BTS がストリーミングではなく音源販売に大きく依存していることを不正操作だと意見する人がいるようです。そんなちょっとイラッとしそうな質問にも RM はスマートに答えます。真っ当な意見だと切り出した RM は、もしビルボード内部で1位が何を示すべきかについて話があるなら、基準を変えたりストリーミング点数により比重を置くとか、それは彼らが決めることだ。音源販売やダウンロード点数を通じてトップになった僕たちやファンを責め立てるのが正しいとは思わない。僕たちがボーイズグループで K-POP 歌手でファンたちの貢献度が高いから簡単にターゲットになるようだ、とアーミーたちへの配慮も感じる紳士的な回答でファンたちを感動させました。さらに彼はこう続けます。僕たちがアメリカの主流の一部になることはできないと思います。僕もそれを望んでいません。僕たちの究極の目標は大規模スタジアムツアーを行うこと、それだけです。このように RM はチャートの順位よりもファンの前でパフォーマンスしアーミーとつながっていたいという思いを語ってくれました。意地悪な質問にもスマートに答え、アーミーたちの心までがっちりつかむ RM のインタビュー力は本物ですね。一時期 K-POP 界ではブローカーを通じた音源買い占めでストリーミング順位を上げるということが問題になったことがあります。 RM は当時も自身の考えをきちんと表明し拍手を受けました。 RM はゴールデンディスク授賞式でのスピーチでこのように語っています。僕たちは運よく多くの方たちのサポートやいろんなコーンでこの場でスポットライトを受けながらこうやって話すことができます。しかしそうできない見えないところで今も心から音楽を作って共鳴しようと努力している多くのアーティストの方たちがたくさんおられます。2020年代はその方たちの共鳴と努力が公正正当無駄にならないようにここで見守っておられる多くの人たちに届いたらというのが願いです。2010年代の誤ったことを2010年代に終わらせ、2020年代はもっと素晴らしい年代になったらと思います。授賞式という場で音楽業界の問題についてこのように立場を明かしました。トップに立つ BTS が自分たちの影響力を使ってより良い未来にしようとする姿勢が素敵ですね。敏感な社会問題についても RM は果敢に発言することが多くあります。そのため
過去には女性嫌悪に関する歌詞でバッシングを受けたこともありました。しかしその後に見せた RM の行動と発言にファンたちは温かい心になったようです。未来文化担当特使インタビューでは女性ファンに男女平等とそれに向けた努力についてどんな話をしてあげたいですかという質問に RM は歌詞を指摘された時の悩みやその後の努力について明かしてくれました。 RM は個人的に2015年と2016年に女性嫌悪について指摘もたくさん受け、実際に女性学の先生に歌詞を研修してもらうなど自分自身について振り返りながら、僕があまりに男女平等や性の問題に関心がなかったと感じました。できる限りこの問題にずっと興味を持って勉強し努力している姿を見せたいです。実際に RM はフェミニズム関連の書籍を読んだり、コンサートでは問題になりそうな歌詞を言い換えて歌うなどしています。また V ライブでこんな話をしたこともありました。昔は若気の至りで自分の態度ややり方を貫いていました。音楽とかもそうだし、言葉もそうだし、悪く言えば意地を張ってたようです。でも時間が経ち、もっと正しい方向に進みたいと思うようになりました。もっといろんな面で思考も成熟して、もっと正しくてかっこいい考えができる、もっと素敵な音楽ができる人になるのが目標です。アーティストとして自分を持つことは大切な部分ですが、悪かったことはきちんと反省し、普通の人以上の努力をする RM の姿が本当にかっこいいですね。食べるのが好きな人はみんな感じているかもしれません。カップ麺を食べた時、一つだとなんだか物足りないけど、二つは少し多いなとなることはありませんか。韓国のカップ麺、ビビン麺を毎日食べても飽きない RM の発言によって企業が量を増やしたことがあります。 RM は V ライブでビビン麺を食べながら、でもこれ一つだと何か足りないな、 1.5 倍出してくれたら嬉しいですと話し、これにビビン麺会社が従来より 1.2 倍に増やした製品を100万個限定で発売することを決定しました。ただ RM の要望である 1.5 倍は工程上不可能だったそうです。2022年冬のオリンピックでショートトラックの韓国チームは判定に泣かされました。決勝進出をかけたレースで2人の有力選手が失格の判定を受けてしまったのです。しかも開催国中国に有利な判定ではないかという疑惑が韓国国内では上がり、ネット上で韓国ユーザーと中国ユーザーが激しく対立する事態にまでなりました。そんな残念なレースに参加した韓国選手に RM はネギライトを応援のメッセージを送ります。失格になった場面をインスタにアップしながら拍手拍手グッドマークのスタンプで励ましたのです。そんなメッセージに韓国選手たちは多くの力をもらったようですが、一方で RM は中国のユーザーから攻撃を受けることとなります。中国ユーザーは RM が判定結果を否定したとして謝罪を要求し、嘔吐の絵文字や誹謗中傷で BTS のインスタを荒らし始めました。これにアーミーたちは BTS の象徴である紫色のハートでコメントを残して悪質コメントを浄化していましたね。やっぱり素敵な歌手には素敵なファンたちがいるようです。その後韓国選手が他の種目で金メダルを獲得すると、 RM は今度はリスペクトと投稿し、ネット上での攻撃に屈せず金メダル獲得をお祝いしました。こんな素敵なリーダーがいるからか、 BTS メンバーたちは間違った方向にそれず、いつもファンの期待以上の姿を見せてくれるのだと思います。これからもRM のウィットに富んだ痛快発言がたくさん聞けることを楽しみにしています。